トルコ語和者の人口が多い国トルコ語は、アゼルバイジャン語やトルクメン語と同じトュルク諸語の南西語群に属する言語。トュルク諸語のうち最大の和者数を持つ。トルコ語の和者が最も多いのはトルコ共和国であり、人口の約3分の2を占めるトルコ人の母語であるほか、公用語ともなっているため、約7500万人のトルコ国民のほとんどはトルコ語を話すことができる。 キプロス共和国もギリシャ語と並んでトルコ語を公用語としているが実際にはキプロス紛争の結果1974年に国が南北に分断され南部のみを領するようになったキプロス共和国内にはほぼトルコ人が存在しなくなったため名目のみの公用語となっている逆に島の北部を領有している北キプロストルコ共和国は 約33万人の国民のほとんどをトルコ人が占めるようになったため、トルコ語が唯一の公用語となっている。このほかブルガリアに約100万人、ギリシャに約15万人、その他マケドニア共和国やコソボにもボゴア社がいる。ドイツ・オーストリア、スイス・リヒテンシュタインなど、西ヨーロッパ東部中央ヨーロッパのトルコ系、移民社会でも話されているが、 現地で生まれてトルコ語が満足に話せない若者も増えている。アラビア語、ペルシア語からの借用語が極めて多いほか、日常語にはブルガリア語、ギリシャ語など、周辺の言語からの借用語も多く、近代に入った外来語にはフランス語からのものが多い。主に中央アジアトルキスタンを中心に広がるトルクメン語、カザフ語、キルギス語。 ウイグル語などのトゥルク書語とは禁煙関係にあり、中でも同じオグズ語群に属するアゼルバイジャン語とはかなりの部分相互理解が可能である。イスタンブール方言を基礎とする共通語を持つほか、いくつかの方言が存在する。現代トルコ語はオスマン帝国時代にイスタンブールのエリート階層の人々が使用していたオスマン語をアラビア文字表記からラテン文字表記に改め、アラビア語と ペルシア語の語彙、語法を減らして簡略化したものを基礎とする。この言語改革は、トルコ共和国を建国したムスタファケ・マル・アタチュルクによって、強力に進められたもので、古語からの語彙の復活や、心臓語によって、旧来のアラビア語、ペルシア語からの釈用語を置き換える形で進められた。ただし、両言語からの釈用語は、非常に多岐にわたっていたために完全に置換することは、 できず、言語改革後も多くの借用語が、未だ存在している。詳細は、トルコ語アルファベットを参照日本語の助詞や助動詞のように、単語の末尾に設備字を付着させて、文法関係を示す公着語であり、語順も日本語に似て、原則として、主語、文の戦闘、述語、文の末尾に置く。形容詞も日本語同様、全知就職である。 母音調和を行うことも大きな特徴である。例、ベンディーエヌ、メキトゥービューヤスデム、ベンディーエヌ、メキトゥービューヤスディエムここでは、日本語との違いとして、女子、歯にあたる主題を表す設備字が存在しないこと、主語の認証によって、動詞の語尾が変化することが挙げられる。このほか、トルコ語には、所有説字が存在する。例、キータップ M イコールキートブム現代トルコ語には、A b, i, o, u の八母音があり、下の表のように分類される。ジマーオグーン、日本語の前舌、語絶母音のことをとる今後では、細い母音、太い母音という。前絶母音と後下母音は、それぞれ一語中で共存せず、非遠心母音と遠心母音、広い母音と狭い母音が、それぞれ整然とした、対応関係を持つ。簡単には、 E および点のつく母音と、それ以外の母音に分け、前者は E で受け、後者は A で受けると覚えると分かりやすい。例えば、時点、地点を表す設備語は、でとだだが、のように、直前の母音により使い分ける。熟語を形成した単語も、となる。方向を表す、には、E と、A、からは、でんと、だんだが、これらも、同様にそれぞれ、になる。また、 8、9を表す数字はそれぞれシーキス、デクズだが、これらから派生した80、90はそれぞれとなる。ありがとうございます。